皆さんこんにちは。ここでは実験を通して地球温暖化の影響について学びましょう。まずはペットボトルを使って雲を作る実験です。それでは実際にやってみましょう。用意するのはペットボトル、炭酸キーパー、消毒用エタノールの入ったスプレーです。ペットボトルは炭酸用の丸い形のものを選んでください。炭酸キーパーは炭酸が抜けないように空気を入れて圧力を上げる道具です。エタノールを使うのは水より低い温度で蒸発するので変化が分かりやすいためです。炭酸キーパーの蓋を開けてペットボトルの中にスプレーでエタノールを入れます。炭酸キーパーのポンプを押してペットボトルに空気を送り込みます。この時圧力が上がることでペットボトルの中の気温が上がりエタノールが蒸発します。もうポンプが押せないというくらいまで頑張って空気を入れましょう。では炭酸キーパーの蓋を開けます。ペットボトルの中に雲ができましたね。蓋を開けた時に圧力が急に下がって温度が下がることで蒸発していたエタノールが液化して水滴になったためです。エタノールを入れる量を増やすと雲のできる量も増えます。これが地球温暖化した世界です。皆さん、上手に雲を作ることはできましたか？気温が上がれば上がるほど空気中の水蒸気量が増えて雲がたくさんできるようになり大雨が増えると予想されています。もう一つ実験してみましょう。地球温暖化が進むと海面が上昇してきます。その一番の原因は水が温まると膨らむ性質があるということです。実際に実験で確かめてみましょう。用意するのは水を入れる容器、外側のお湯を入れる容器です。容器いっぱいに水を入れて容器の口と水面の高さを同じにします。容器の周りにお湯を注ぎます。水面の変化に注目です。膨らんでいる様子がわかりますよね。水は温まると膨張、膨らむ性質があるのです。いかがでしたか？海面上昇の原因の 50% はこの水が温まると膨らむという性質にあります。地球温暖化が進むと最悪今世紀末に世界平均で最大1メートル海面が上昇すると予想されています。気候変動の影響を最小限に食い止めるためには二酸化炭素の排出を減らすことが必要です。まずはできることから太田クールアクションを実践していきましょう。